番組ではこれまでいろいろな出会いを生み出してきたが、ある女性芸能人から私もやってみたいと直々にオファーが。その人物に会いにやってきたのは大阪。早速会いに行く。そこの2人ですね。あれ、まさか今一番おもろい女たちじゃないのか。どうもみんな抱いたり抱かれたりお疲れさーん。お知らせ抱かれてないやん。役団企画に名乗りを上げたのはザ・ダブリューファイナリスト紅しょうがの2人。めっちゃおもろいから。なんかお二人から声かけていただいて。そうですね、はい、前回のその逆難企画、はい、いやこの時代によくやっていただきました、ありがとうございます。そうだね、ぜひやらせてもらって、はい、今日はじゃあ本命が欲しいので、私は、うん、いやいや私ももちろんその、はい、友達みたいなのいらないんで、うん、あ、そうなんだ。稲田は私生活でもマッチングアプリや結婚相談所に登録するほどガチで婚活中。なんでここなんですか？いや、これ私の希望なんですけど、天王寺は、まあ、サラリーマン会社員の方は結構いらっしゃいますので、うん、結婚もしたいと思ってるんで、やっぱちょっと硬派なね。なるほど、ちゃんとした男性、その日のうちにどうこうじゃなくね、はい、狙ってほしいなと思ってるんで。これで結婚したら最高なんだよな。休みの時間も与えないんです、はい、探しましょうか、はい、紅生姜の逆断スタート。最初に動いたのは熊本。あ、あの方行ってもらっていいですか？はい、すいません。あ、ごめんなさい、すいません。あ、すいません。あ、すいません。ちょっとアベマ TV なんですけど、ちょっと今お兄さんのことを素敵だなって思う女性の方がいて、ちょっと今からお話ししてみたりとかって、そういう。ちょっとごめんなさい。ダメですか？忙しいんでごめんなさい。すいません。ありがとうございます。なかなか残念ながら撮影 NG。リアルだね。次に熊本が目をつけたのは、おしゃれなお店の店員さん。いや、だから本当安倍のっていう場所ももしかしたらしっかりした大人が多すぎるかも。お願いしてもいいですか？あ、いいね。ちょっと今お仕事中だと思うんですけど、どうですかね。ダメだろ。ダメに決まってるだろ。彼女いらっしゃいました。ちょっと彼女いらっしゃいました。すいません。あ、そっか、そのパターンなの。そうよな。すごい壁が多い。なんかある。ちょっと今やり始めて大体まあ2時間経ったぐらいなんですよ。そうですね。ちょっとあからさまにやっぱ今の時間帯的に人が減ってきてるというか、サラリーマンとかがもうほんま心斎橋の方に行って結局一人の人を見つけたいなと。じゃあ最初から言っとけよってなっちゃうよ。そうですね。というわけで天王寺から心斎橋へ移動。なんや、 M1 行くみたいな顔してるよ。海外での人を狙う作戦に。いやー、見つかってほしいね。ちょっと一旦、もしかしたらけど、少ないけど、どうなの。お母さん一旦そっち上がるぞ。ちょっと一旦ちょっと見ていくの。ちょっと一旦見ていくの。熊本が偵察に行ったタイミングでカメラのバッテリーを交換しようとしたその時。あ、すいません、はい。稲田のお目当ての男性が急いで後を追いかけることに。ちょっとお兄さんのことはいいなと思ってる女性がいて、はい、まあ、ちょっとそれを引き合わせるというか。カメラでお顔を写しても大丈夫？あ、全然僕は大丈夫。かっこいいよ。逆難した男性を連れて稲田のもとへ。君ちょっとなんか自己紹介みたいな。大倉と申します。大倉さん、はい、43です。おー、素敵。危ねえぞこの43は。今彼女さんって。彼女さんっぽい人はいますけど、彼女と言っていいのかちょっとわかんないくらい。チャラいねー。それ何？え、それフリーって思っていいんですか？といえばフリーです。うわ、チャラいなー。一応フリーということなので。ダメやろ。連絡先とかもしあるんだったら交換とか。これは全然いいんですけど。何で？あ、LINE でもいいですか？あ、LINE、はい。余裕でもう今普通に素人の男性に LINE 教えてるからね。 何もらったの？あ、もうほんま一番 LINE の一番初めからある。いやいいですね、これ確かに。うわ、最後せっかくなんでなんか写真とか撮りますここで終わるの。まだご飯も行ってない。それ気に入ったアイコンにしたかもしれない。やめてください。うまいね。ちょっとめちゃくちゃかっこいい。え、撮って、早く撮って。サッカーじゃないですよ。待って、これ行きます。これ俳優レベルやで。こっちのピースしてるよ。グラピースやん。すいません、ありがとうございます。かっこええ。なんだこの人、若っ。
ちょっと嬉しかったかも。あんまちゃんと喋ってないもんな。でも連絡先はゲットしたんで、全然、はい、こっからは別に番組関係なんで、本当にやり取りしていただいて大丈夫なんで。マジでいいわあ、ごめんなさい、大きく声出しました。彼女っぽい人いるんだ。私おらんかったよな、あの状態でな、今。あんたが勝手にどっか行った時。くそ熊本さんもまだまだこれから。そうですね。相方に先を越され焦る熊本と、その時すみません、ね、左手にカバン持ってるあの人、はい、あそこ右手でポケット突っ込んでる人。アベマ TV なんですけど、はい、取材とかできたり、はい、お兄さんのことを、はい、いいなと思ってる女性の方がいて、はい、ちょっと会ってお話したりとか。大丈夫ですか。あ、いいです、はい、カメラで撮ってもよかったり。あ、いいです、します。はい、大丈夫、お顔落としたら。あー、かっこよすぎ。 YouTube で見られるのはここまでです。アベマならニューヨーク恋愛市場を最初から最後まで存分にお楽しみいただけます。動画の続きはここをクリック。